宇宙の観測というと皆さんは山の上から望遠鏡を使って星を覗くイメージをするかもしれませんしかしですね地底深くから出ないと観測できないものもありますそれは宇宙から飛来するニュートリノという素粒子の観測ですニュートリノというのは基本的な素粒子なのですが非常に反応することが少ないですそのためまだまだ謎が多く隠されています 例えば太陽からのニュートリノも地球に飛んでくるんですが地球一つぐらいならニュートリノはやすやすと通過してしまいますそれどころか地球をあの50億個ぐらい並べないと太陽から来るニュートリノを止めることはできませんそのためニュートリノを観測するためにはとても大きな検出器が必要ですしかし一方ですね私たちの地球には宇宙から宇宙船という粒子が常に飛んできています 例えば目には見えないんですけど皆さん手を広げてみてくださいこの手のひらにですね毎秒1つずつミュウ粒子と呼ばれる種類の宇宙船が飛んできてますこの宇宙船はニュートリノの観測にはあのとても邪魔なものですただしその宇宙船はほとんどは地面にぶつかると止まりますそのためニュートリノを観測するためには ニュートリノがやすやすと通過する地下に非常に大きな検出器を作ることが必要になってきます日本のスーパーカミオカンデ検出器というのは地下にある世界最大のニュートリノを検出するための検出器ですこれはスーパーカミオカンデ検出器の内部の写真です私はここでニュートリノの研究をしていますニュートリノでどんな宇宙の謎素粒子の謎がわかるのでしょうか 例えばニュートリノ振動と呼ばれる現象が1998年スーパーカミオカンデで世界で初めて見つかりましたこの現象は素粒子の標準的な模型では説明できない初めての現象ですそのため素粒子物理学の大きな転機とされ2015年のノーベル物理学賞受賞につながりましたニュートリノにはまだまだ未解明な謎がたくさん残されていますその一つが 例えば私たちの宇宙には物質と呼ばれるものが非常に多く反物質と呼ばれるものが非常に少ないですその理由はまだわからないのですがニュートリノが鍵を握ってる可能性があります日本はニュートリノ実験で世界のトップを走り続けています皆さんも次世代のニュートリノ研究を牽引してみませんか